来年はいよいよパラリンピック大会が東京で開催されます。スポーツ分野だけではなくて、芸術や文化、あるいは農業やさまざまな分野において、障害がある方もない方も、すべての人たちが活躍できる一億総活躍社会を皆さんと共に作っていきたいと思います。それが皆さん、日本の未来ではないでしょうか。